収穫が始まったのは島田市神座地区 JA 大井川ハウスみかん部会の塚本明治さんのハウス園です。農園ではたわわに実った極わせ品種高林が一つ一つ丁寧に収穫されていきました。収穫されたみかんは明日 JA 大井川果樹林産センターで選果され県内市場に出荷されます。ハウスみかん部会では6人のメンバーがおよそ6150平方メートルの広さでハウスみかんを栽培していて、昨年度は9月中旬までに8137キロ出荷したということです。